こんにちは。今日も始まりました。生まれた甲斐があるです。ユニコーン画家の鈴と、おせっかい社長の鍋さん。そして今日は、なんと、ゲストの方がいらっしゃっています。ご紹介させていただきます。深海術師、エンジェルカードセラピストのロータスさんです。今日もよろしくお願いよろします。しくお願いします。よろしくお願いします。お仕事としては、心のブロックを外し、心のケアをサポートしているっていうことをしています。そんなロータさんですが。いつもね、僕も BBTB って B 型同士の BBTB っていうのでね、一緒に長年、MC を担当させていただいております。今日改めまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いすしずます。さん、今日は、何のアートなんですか？今日は、5月ということで、子供に関するアートをご紹介していきそうたでいすよと思いね。ます。で、ということで、ロータスさんをお呼びした理由なんですね。そうなんです。ロータスさんが、お子さんとの、お仕事に携わっているということで、ぴったりじゃないかなと思いまして。りがどんとうなおご仕ざいます。事を、なんでしたっけ？東京都の子育て支援員というものをやってます。で、中野区でやってるんですけれども、0歳児から2歳児ぐらいまでの、お母様と、お子さんたちが気軽に遊びに来て遊べる場所です。で、その中で、ちょっとお母さんの、ストレスの発散の場になったりとか、話を聞いたりとか、一緒に子供の成長をこう、喜んで、見るというようなね、そういうお仕事をしています。そういった視点でね、また今日は、子供をモチーフにしたアートですか。というのを楽しんでいただければと楽思っしみでてす。おりますんで、すずさんよろしくお願いいたしまはい、す。よろしくお願いします。よろそしれくお願で、いします。はい、よろしくお願いします。それで早速、こちらになりますね。大人のアート入門、生まれた甲斐がある第6回。子供が可愛いのは正義です。あの子も、この子も、みんな可愛いですが、まず、私がこの子供の絵と言って、最初に思い浮かぶ絵が2つあります。ということで、早速ですが、まず、1枚目をご紹介したいと思います。こちらの絵ですが、どうでしょう。見たことはあるでしょうか。ロータさん、いかがですか？私は初めてですね。これ日本の方ですか？描いた。そうです。海日外。本の方です。かなり、僕も初めてですね。そうですか。教科書でよく登場しますね。美術の教科書とか 社会の教科書。私が勉強した時には出てました。全然覚えてない。出てないですか？で、印結象構、的なね、絵でそうすなんよですね。よ。印象的で、ちょっとね、こう、一瞬見ると、怖いような感じもするんですけれども、こう、引き寄せられるようなものがあるんですが、まず、この絵を描かれた方なんですが、この絵を描かれた方は、岸田劉生。名前の通り、日本の方です。で、描かれた時代が、大正10年。1921年ですね。で、このモデルの子なんですけれども、この岸田劉生さんの娘さんなんです。で、8歳の時の娘さんを描いた絵になります。で、ちょっとね、よく見るとこうね、口角をちょっとニッてやってて、どっかでこう見たことあるような表情だと思うんですけれども、このちょっと口角をニーってこう上がったような表情。レオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザをヒントに描かれたというふうに言われています。どうでしょうか？そう、大人っぽく感じますね。女の子は。でもなんかこう、いいんですか？私が。あ、どうぞどうぞ、感想もちどうろんぞ。ゲストですぜから。ひ。大人っぽいのと、すごくなんか、自分の芯をしっかり持ってるようなお嬢さんに見えます。
ああ、そうですよね。口角がね、ピッてこう上がってるのがいいな。こうね、モナそうリですザね、を発ね、想。意識してるっていうのも。多分お父さんの思いを汲んだ表情をしてるっていうのもすごいなって思うんですよね、8歳でできるのが。素晴らしいです。で、まあ、あと8歳の時っていうふうに、モデル時8歳なんですけれども、ロータさんはお子さんと関わることが多いと思うんですね。8歳ぐらいのお子さんってどういう感じですか？もう、まあ、女の子になると、本当に自分のことをちゃんと分かってる。自分の、いいところが分かってたりとか、人の表情を見たりとか、結構女の子ってそういう子が多いんじゃないかなって感じますね。その子供な部分もあるけども、ちょっと大人のところも混じってて、で、おしゃれにもちょっと興味が出てきたりとか、だからなりきったりとかいう、ね、そういうところも、ある年代じゃないかなって感じます。そうですよね。でも、ただね、やっぱそう、なりきってるっていう感じであっても、やっぱこう、遊びたい盛りじゃないですか。まだ8歳ぐらい。で、モデルをやってる時って、こう、じーっとこうやってしてないといけないですよね。で、こう、やっぱこう、遊びたい盛りの子だから、こう、動いちゃうじゃないですか。で、実はそう、モデルをやってる間に、お嬢さんがこう、動かないように、こう、あることをしたんですね。そうなんですそうなんね。ですよ。やっぱね、いくらモデルさんやってっても、そんな子供の就職って続かないじゃないですか。長く続くためにあることをしたんですよ。なんだろう。なんだと思いますか？大正10年でしょ？今でも通え用えー、しますね。そ の方でも。今でも通用今する。でも通用します。多分やってるお母さんとか親御さんいるんじゃないかなと、今でも。好きなおやつを置いとく。どうでしょう。どうでしょう、ナベさんは。最初、大正10年だからお手玉やってんのかなとかね いろいろ思ったんだけどね ゲーム的な、なんか。ゲーム的。惜しいですね、ゲーム的。ゲームはね、お結も構ち合っゃてとる。かね。ゲーム的なことをしてるんですよ。ゲーム的。その、お子さんが動かないようにゲーム的なことをお嬢さんとやってるんですね。誰かが。お嬢さん、お母さんの？お母さんではそなれいんでと、すけお母さんと、ど。兄弟。まあ、兄弟、じゃんけん。ああ、ジャンケンしたら動いちゃうじゃないですか。いや、2人ぐらいいて。ああ、見てるみたいな。にらめっこじゃ笑っちゃいますもんね。そうですね。なんでしょうね。どうでしょう。出てこないですか？コウさん。母さんですか？ちょっとヒン、どうぞ、ヒントします？ヒント。ヒント。動かないヒようンに、トゲームか。ゲームです。それで2人かな、まあ多分2人だと思う、まあ2人、もしかしたら何人かいたかもしれないんですけれども、動かないようにするゲームでだるまさんが転んだ。す。あ、だるまさんが転んだ。まであ、もこうなるもん。近いような、遠いような 近いような、遠いよう近に。いような、遠い凍ようるよな。うに。違うな。動いたら負けゲーム。そうです。凍る動いようたらに。負けゲームです。へえー。要は動かないそう。ようにするために、近所の女の子とどちらがじっとしてられるかどうか競争させたんです。すごい。そう、だから動いたら負けちゃゲーム。負けちゃいけない。動いちゃいけないゲームということ。鍋さんが正解しました。おめでとうございあます。りがとうございます。すごい。ということで、私が、まあ、子供の絵と言って思い浮かぶ、まず1枚目です。
そして次の絵に行きますね。はい、こちらの絵です。こちらはどうでしょう、見たことがありますか？ないです。うんうんうん。そう。これも教科書ですか？これは教科書というよりも、この人が描いた別の絵の方が皆さん知ってるかもしれないっていう絵なんですけれども、この絵を描いた方は、フランスのアンリ・ルソーという画家になります。子供、でもね、すごく印象に残ってるんですよね。子供なのに、子供に表情があまり見えないなっていう。そうなんです。こうなんかこう、しかめっ面してて、こう子供らしからぬ表情をしてて、で、なんかこう、子供っぽらしさがこう見られないっていう。これは動いたら負けではないんですね。これ動いたら負けではないですね。動いたら負けではないんですけれども、よく見ると、この絵も、こう、ちょっと独特な描き方をしてるんですね。そこはどこでしょう？独特な？そう、独特な。なんか浮いてる感じに見えます。そうですね。まあ、浮いてる感じはありますね。こう、座ってるんだけれども、こう、ちょっと背景との、その、子供の、女の子の、こう、なんですかね、関連性がないというか、馴染んでないので、こうなんかちょっと浮いてるような。ああ、空気椅子ではないですね。空気、もしかしたら空気椅子はそうなのかもしれないですけどね。そういうのもあるんですけれども、他に何かこうちょっとありますかね。まあ、ヒントとしては、女の子の顔は正面ですよね。そうする。足の向き？あ、そうです。足の向きが。正面向いてたら、こうならないよねっていう。なるほどね。ただ、こんなような描き方の絵が世の中にはあります。顔は正面だけれども、足がこう横向いてる。なるほどね。足はこう横向いてる。何かこう心当たりがありますか？有名な絵というか、壁画に描かれてますね。壁画。絵っていうとちょっとっていう風になるかもしれないですけど、顔が正面を向いていて、体が横を向いている。あ、ユニコーンじゃなくて、ユニコーンはスズさんです。なんか壁画やっぱ言われるとあーあーあーってなりますね。出てこないです。出てこないですか？はい。では正解はエジプトの壁画になりますね。はい、ああ、そっか。はいはい。そうだ。分かった分かった。みんな横向いてる体が正面だもん。そう。あ、本当？クレオパね。まあ、エジプトの場合は顔が横を向いてて体が正面みたいな。それって見れるんですか？それは。ごめんなさい、用意してませんでした。のでじゃあ、各自、見てください。はい。はい。こう、すごく見えずらっと並んでる。そうですね。絵とかもあって。ありますね。はい。でね、こう、で、今お話した通り、こう、人形を向いて、正面を向いて子供の絵なんですけれども、顔は正面を向いていて、足は側面から描く、エジプト様式で表現されているという絵になっています。なるほど。流行りだったんですかね、そういうのは。流行りというか、そういう描き方がこの時代に流行ってたとか。あ、というわけではないんですね。まあ、たまたまこの人はちょっとこの絵では顔を正面で足は側面っていう、エジプトっぽい描き方してますけれども、まあ、普段はちゃんと描いているんですが、この方こう結構独特というか、まあ、下手馬な画家というふうに言われてるんですよ。
これ以外の絵とか見てもらうと分かるんですけれども、なんかこう、足が地についてなくて浮いてるように見える絵とかもあるんですね。本当はあの人形とお顔が逆だったとか、そういうことじゃない。怖い。それはないです。あ、それはないです。それはちょっと怖いですよね。それはちょっと怖いですね。うん。はい。で、まあ、ちょっとね、独特な絵の描き方をする方なんですが、このアンリ・ルソーっていう方、すごいピカソに絶賛されて、されたんですよ。ピカソが天才だっていうふうに言ったぐらいな画家になり色合いもね、はっきりしてていいですよね。そうですね。なんか、本当このうん。子供の絵以外だったら、本当よく見たことがある。うんうん。絵が結構あると思うので、こうアンリ・ルソーで検索すると、あ、この絵見たことあるじゃんっていうそうですようよなね。ものが出てきますね。原田マハさんっていう作家の方いらっしゃいますけど、その方がこう、タイトルにした小説があります。そのルソーが描いた絵を。もともと美術のなんかこうなんとか院なあ、そうです。さ学れてるん芸員ですよさんね、の。その。はい。そうですよね。なので、ね、ちょっと話逸れてしまいますけれども、結構面白いですね。ということで、このルソーさんの、ちょっとこう、ルソーの、こう、かわいいんだかかわいい、みたいな 紹介しましたが、ま、ね、今日は子供の日という、ま、子供の日が近いということで、子供の絵をこう特集しようと思ってるんですけれども、そもそも、子供の日とは、なんだかご存知ですか？それはロータスさんに聞かないとね。そんな 子供の子日とは。供が健やかに成長してもらう、みんなでお祝いする日だと思ったんですけど。素晴らしいです。そうですよね。はい。おお、すごい。はい。まさしく、そういうものになる。子供の日はね、もともと5月5日は、こう、端午の節句と呼ばれていて、男の子の健康や幸せを祈るお祝いの日でした。それが、こう、昭和24年、1948年に法律により子供の日となりました。で、ロータさんがおっしゃるように、こう、子供の健やかな成長というか、幸福とかを祈るっていうふうになってるものなんですけれども、これ法律ですごい難しい言葉で言うと、子供の人格を重んじ、子供の幸福を図るとともに、母親に感謝するというふうに法律に明記されています。親に感謝するっていうのは、はい。まあね、それも嬉しいし。いいですね。そうなんです。ね、これは本当国民の祝日に関する法律という法律に今のように明記されているんですね。なので、まあ本で当もた、ね、はい。本当、この人権っていう言葉もね、やっぱりね、もう本当みんな生まれて命がある人たちには、もう必ずみんな一人一人の人権があるから、それを絶対大事に大切にして、それを守っていかなければいけないっていうね、やっぱり子育ての勉強した時にもありました。本当こうね、こう子供の幸せを祝うだけではなく、それを産んだこうお母さんに感謝してくださいねっていう日なんですが、そこがね、ちょっとね、なん今、か、忘れ去られてしまっているので、今日これを通して 皆さんは子いいで供すのね。日以外でも、ね、母親、お母さん、もちろんお父さんも こうね、こう感謝をしていただきたいなと思います。そうですね。で、自分の親でもそうですもんね。お父さん、お母さんがあってこそっていうことですもんね。こういうことですね。子供の日は。母親にも感謝する日でも。ぜひね、皆さん、これを機にっていうかね、母の日だけではなくてね。母の日でなそく、うね。子供の日にも、それ以外の日でも、ね、お母さん、365日。はい、もうお母さんにも、他の方にも感謝をしていただきたいと思います。はい。ということで、まあね、母に感謝する日っていうのも子供の日にありますよということで、こちらの絵をご紹介したいと思います。
ってことじゃないですね。どうでしょう。どういう絵に見えこう見るんですよね。ます。まあ、こう見るというか、こう、まあ、お母さんが子供を抱えている。後ろにちょっと見にくいんですけど、蚊帳ってわかります？蚊帳からこう顔を出した、こう眠そうな子供をこう抱っこしてるお母さんの絵っていう風にあったんですけれども、他なんの、か、どうぞどうぞ。なんか、トイレかなって思いました。トイレに。ですよ。いくつか調べてみましたら、まあ、今みたいにこう、眠そうな子供をこう、見守る母親っていう解説もあったんですけれども、こう、おしっこをさせてるっていう解説もあったので、ちょっなとるさほどすが、ね。こう、鋭いと思いました。もう泣き方は。そうなんですそれよ。は私もなんねかこうね、こう難か、あの眠いの難かり言ってるだけなのかなと思ったら、こういろいろ調べてみたら、いや、おしっこをさせてる絵だっていう解説もあったのでああ、そう。なるほどと思いました。おねしょしないようにお母さんが やってるっていうのね。そうですね。で、こちらの絵なんですけれども、北川歌麿が描いた、風俗美人時計、根の刻。めかけと、ビュー、絵になってます。絵というか、まあ、浮世絵なんですけれども。12時ってこと？ねえ、目の奥ってそうなんです。この、まあ、根の刻っていうのは昔のね、日本の時時。刻の数え方で、今、ロッタさんがおっしゃったように、12時頃っていうふうに言ってましたが、まあ、根の刻、もっと細かく言いますと、現在の午前0時前後の2時間を指すっていうので、まあ、11時、夜中の0時、12時、1時、その3時間をこう根の刻というふうに言います。で、この風俗美人画時計というシリーズの中の1枚になるので、この他にもこう根の刻以外にも、こう、なんとかの刻っていうふうに表現されている絵があります。その時間によってそのやる行動の絵があるっていうことですよね。構造どうなんでしょうね。ちょっ行動とというまあか。見た限りその行動通りなのかなっていう絵でしたね。これはもうたまたま夜中。12種類あるのかな。なんかちょっと調そう、だっべてほら、た美ら。人時計だもん。時計って書いてあるから、なんかこう、まあ、行動は別としても、ね、牛虎ウーのあれであるんじゃないですか。そうなんですけどね。ちょっとまあ見た限り全部残ってでないのか、ちょっと私も見ああ、つけそうられななの。かったんですけれども、全部こう見つけられなかったですね。で、こう、美人時計のこのシリーズを探してる方のブログとかを見たんですけども、ちょっとやっぱ見当たらないところがあ今る現ような。在、今の、今でも子供のキッズ時計っていうのがあって、そのお母さん、まあ、子供の写真をこう、まあ、投稿して、その時間によってその子供たちがいろいろと移り変わっていくっていう、そういうのもありますね。なんか、まさか写真でですね。一時期ありましたね、美人時計っていうのが。多分あ、それの子供版ですよね、きっと。そうそう、それもあるんですよ、キッズ時計ね。それの大元になる。あれそうか、です美ね。人時計。なるほど。まあ、これは、風俗美人時計っていうもののシリーズですけれども、こう、娘日時計っていうシリーズもあります。なので、こう、日本人で考えることって昔から変わらないのねっていう 他のね、国の方が、そういうことをね、書いていたかどうかわからないですけれども、まあ、その江戸時代当時に、その時間ごとに女性のこう姿を描いた時計を表した絵があるというのも、なかなかこう遊び心があるなと思いました。ね、これはね、お母さんと子供のちょっと微笑ましい、真夜中の格闘 格闘 微笑ましいけど格闘ですよね きっほらほとらって言って、そうしなさいみたいな。あるんだね、そういう意味はね。
で、こちらのこうメトロポリタン美術館に所蔵されてるんですけれども、他にも結構東京の国立博物館にも所蔵されているそうなので、こうもしかしたらこうタイミングによってはこの絵がこう東京でも見られるかもしれないなるほど。ものになってということで、このね、お母さんに感謝するという気持ちも持っていただきたいということで、こちらの絵を紹介しました。ありがとうございます。はい。では、ここからまた子供の絵に戻ります。続いてはこちらになります。どうでしょう、こちらのどう絵では。しょう、ロータスさん。なんか楽しそうな。それとも、なんか向こうでなんかやってんのかなっていうのをこう、見てるような、そんな、絵に、そう感じました。ロータさんは子供とこう、関わることが多い系なのかもしれないですけど、本当なかなか鋭いんですよ。やっぱりこの表情を見てるのとか。なるほどね。僕なんか、遠山の金さんかなと思っちゃ何言って。もうここちょっと、畑出るから。桜吹雪。そっち。で、こちらのこの絵なんですけれども、この絵は、ムリーリョっていう方が描いた絵で、窓枠に身を乗り出した農民の少年という絵になり窓枠なんだ。ます。窓枠なんですよ。これ自体が実際の大きさなんですか実際というか、まあ、ね。大きさ的には縦そう。52センチの横が38.5センチで、まあ、一部を切り取ったものではなくて、この男の子の部分が1枚の絵なんです。で、さっきロータさんがこう誰かをこう覗いてるみたいっていうふうにおっしゃってたじゃないですか。実はこれ、対となる女の子の絵が存在するっていうふうに言われてるんですね。まあ、この女の、あの男の子はこうちょっと右下を見てるような感じなんです。まあ、こうまあ、窓ロミオとジュリエット的な。で、こう乗り出してる感じ。で、このもう一枚、対となられ、なってるっていうふうに言われてる女の子の絵は、こう、視線をこう、左上にこう見て、男の子を、流し目を送ってるような女の子の絵があるあら。ね、んですね。ちょっとじゃあ、ベ憧ールを。れなのかはい。初恋。ね、憧れ、その女の子に憧れてるのか。やってんのかな。ね、なんか女の子の方がちょっと年上っぽい感じなんですね。絵の感じとしては。あら。だで、から、ちょっと、隣のお姉さんみお姉さん。で、ちょっとこう、ベールをかぶったいな。て、こういう感じに見てる絵なんですね。ちょっとね、ご紹介したかったんですけれども、ちょっと見たら、個人の方が、そう、持ってるような絵だったので、まあ、ちょっと、大人の事情でどうかなと思って、今回はちょっと紹介できなかったんですけれども、ちょっと検索すると、そういった絵も出てくるかもしれない。見てみます。では各自。各自。本当並べてみると、こうね、初恋が 初恋のような、ちょっとね、淡いものが見えてくるかもしれないっていう。見てみたくなりますね。で、まあ、これ今回男の子絵なんですけど、探してみたら男の子の絵ってなかなか出てこないんですよね。そうですか。あってもなんかちょっとこれぞ、私にこう、これぞっていうのが、なかなか。で、同じこの無量女っていう方が描いた絵で、もう一枚あったんですけれども、ちょっとね、やっぱね、それよりもこっちの可愛らしい男の子の方の絵がいいかなと思ってご紹介してます。男の子の絵っていうよりも、ちょっともうちょっと大きくなっちゃったような絵はいっぱいあるんですよね。女の子の絵はやっぱいっぱいあるんですよ。で、あとはもうちょっと男の子の絵っていうと、ちょっと宗教感が入ってるように。なんか天使の方になりますよね。そうですね。天使とかキリストをこうモチーフにした。ちょっとね、私の探し方が悪かったのかもしれないんですけど、いわゆるこう男の子っていうのを 見つけて、よし、これは見てもらいたいと思ったのは、これだったの。なんかね、なかなか可愛らしい
男の子で、しかもね、この場面がもしかしたらこう初恋のね、一番上なのかもしれないっていう、素敵な絵になっています。では引き続きこちらの絵になります。はい。おお。かわいい。多分誰が描いたかなっていうのは分かるかな？なんかこの、でも絶対この、これを描いた人の絵は絶対見てて、見てますね、絶対見てます。こういう、見てます。絶対見てますね。で、この、名前がちょっとすぐ出てこない。色合いとか、そう、その、描写とかが、もうすごい、私すごい好きなんですよ。たぶん日本ルノワール。もうこの、あっ、ワール、そうか。ルノワールです。そうだそうだ。いや、すごい。確か、あの、お好きって言ってましたよね、ルノワール。そう。なんか色合いが、そうかな。はい、あと、お顔。そうそうそう。やっぱり品があるのと上品さとか、またこの女の子がすごい可愛いじゃないですか。青い目をしてて。お花もすごく可愛いし、お母さんも優しそう。なんかこう、いいとこの家族で、こうベランダなのか、なんでしょうかね、まあ、秘書地かなんかに来て、旅行でのなんか写真のような、絵のような思います。こちらの絵なんですけれども、なべさんのおっしゃった通り、ルノワールが描いた絵で。もう、はい、え、姉妹？姉妹？お母さんじゃなかったんだ。はい。お母さんかと思ってた。二人の姉妹という。そうです。おー。こう、あの、ロータさんが言ったように、テラスで、あのくつろいでいる、二人の子、ね、兄弟姉妹の絵になっています。ちょっと年も離れた兄弟姉妹に。そうですね、この一応あのモデル、あのこの二人は兄弟ではないっていうふうに、血縁関係がないっていうふうに言われてまして、このお姉さんのモデルをやってた方は当時18歳の歌で、あの後にフランスで女優になる歌なんですね。で、まあ、モデルの妹の子はちょっと誰だかはわからないっていうふうになってます。かわいいな、ね、とっても、好きなんですよ、ルノワール。ルノワール好きですよ。じゃあ先に言ってよ、僕より。そうなんですよね。でも多分ロータさん分かってたの。こういうのを持ってる。見えないや。名前がちょっと忘れちゃったんですよ。はい、でも好きですよね、私ね。そうですよね、ロータさん一緒にいた時もね。ポストカードも持ってるし。そうそう。で、この、まあ、ルノワールはこの子供の子を描いた絵がいっぱいあって、でこの他にピアノを弾いている女の子の絵とかも、そうですよね、私なんかレースの帽子の少女って思ってますね、レースの帽子をかぶった可愛い金髪の女の子が、横顔からちょっとありますね、本当なんかもうルノワールいっぱいあったんで、この子供の日全部ルノワールシリーズとかってできるのかなと思ったんですけどそれよりまあね、そういうのもいいかなと思ったんですけど、まあちょっといろんな子供の絵が、じゃあ他の絵は各自各自ばっかりですけれども気になった方はね、あのいろいろ探してみると自分がこうどういう雰囲気の絵が好きとか出てくると思うので、今日は検索が多くて楽しみだな、はい、またいろいろとしていただける、でもあとさっきロータさんがここをどこかなっていうふうにいろいろ言ってくださってたんですけど、あのこの場所っていうのは、セーヌ川に浮かぶ島にあるレストランのテラスで描かれたそう。おしゃれ。なので本当にロータさんがこう鋭いっていうか、よく見てらっしゃるっていうふうな、ちょっとびっくりしました。あともこの、タイトル2つついてるじゃないですか、2人の姉妹とテラスに、でこれもちゃんと意味がありまして、この二人の姉妹っていうタイトルをつけたのはルノワールなんですね、でこのテラスにてっていうのをつけたのは、この絵の最初の所有者の方がタイトルをつけたというふうに言われてます。まあだから最初にね、あのルノワールが考えたのは二人の姉妹、でね、最初の所有者の方がこうね、手元に置いて、あ、テラスにてっていうふうにつけたので、
この検索をかけると、このテラスにてが入ってないものも出てきますね。この二そう人なんのです姉妹というだね。けのタイトルだけ。所なので、有者の人、どうぞ。書いてもらったわけではないってことですもんね。その所そう有です者のね。人が。はい。ロノワールから買い上げたそうそっか。です。この、最初の所有者っていう方が、フランスの画商の方で、こう印象派のこう絵をすごい買った。印象派を復旧させた立役者というか、役に立つ 役に立つじゃないな 一役買った方でもあるそうそうなんですです。ね。ありがとうございます。感じで、こう、鍋さんもロータスさんも大好きなルノワールの絵でした。はい。ルノワール。ノワール。はい。はい、じゃ続きまして、またちょっと、ある意味こちらも子供らしいになります。はい、いかがでしょう。おお。もういいですね、これなんか。もう。気だるさと。けだるさん。そう。もう、みたもう見て、ふてくされてるいな。ようにも見えるし、そう。飽きてるようにも眠い見えのるし。よ。寝起きなのか、眠いからこれからお昼寝するかなっていう、どっちかかなって、思います。色合いもすごい素敵ですね、これね。ワンちゃんも可愛い。そうなんですよ。ワンちゃんもね、こう眠ってるのか、ぼーっとしてるのか、モデルをしてるぞというふうに思っているのか。まったりし なんか奥行きがすごくある絵ですね。あ、そうですね、本当こう、広いお部屋でこうね、ソファーが立派。ソファー確かに立派で、ねえ、ま立派ですね。たね、この青色がすごい目を引く。そうですね。こちらの絵なんですけれども、はい。こちらの絵は、メアリー・カサットっていう方が描いた絵で、この方はアメリカの女性の画家になります。タイトルが、青い肘掛け椅子に座る少女です。退屈だったんだね。まあ、っていうふうに言われてますけどね、ロータさんのおっしゃるとおり、もしかして寝起きで眠いとかもね、あるかも。だから眠いからこう退屈そうに見えるとかね。僕はこう遊びに行って帰ってきたのかなと。ああ、そういうのもありますよね。こう、気だるそうに、こう、もう足伸ばして、ああ、みたいな。ああ、疲れた、疲れ楽した。かった。もしかしたらね、こう、犬と、ね、ね。遊び疲れたっていうふうにもね、あるかもしああ、なるほど。れない。こうね、絵の世界に入ってみる。ねえ、動画って、動画はどうそうです。ドガって、バレリーナか。の絵をいっぱい描いている。はい。もう、そ友のエドガー・人ドガのとかな友の。人の方がモデルだそうです。で、まあ、なんでここでこう、エドガー・ドガの名前が出てきたのかしらと思うかもしれないですけれども、このメアリー・カサットっていう人が、このドガのこう、描いた絵にすごい感銘を受けたっていう経緯もあって、を、まあ、後々、ドガと知り合って、交流もあったようなんですね。で、まあ、この絵自体、こう、ドガとの関連性で言いますと、まあ、ドガの友人がモデルっていうのもありますが、この絵、パリ万博に出品しようとしたんですって。だけど、まあ、ちょっとなんかいろいろこういう子供の子、まあ、ちょっと一見だらしないような様子とか、この絵の雰囲気とかで、却下されちゃったそうなんですね。パリ万博に出品しようとしたら、あなたの絵はダメですよっていうふうに言われてしまって、その後、ちょっとこう、ドガの絵に、ドガの手が入って、第4回の印象派展に出展したそうです。なので、この、まあ、メアリー・カサートさんが描いたんですけれども、ちょっとどっかにドガの手が加わっていますよっていう。いろいろ、やっぱりね、歴史があるんですね、ストーリーがね、やっぱりそうでこう、すね。それぞれの作品にね。まあ、ね、ドガとかのやっぱりこう影響があるので、もうこの青い肘掛け椅子に座る少女という作品は、まあ、この方の印象派としての最初の作品というふうにも言われている。そういう経緯のところもいろいろありました。では、最後。
後にこちらの絵になります、はい。はい。こちらの絵ですが、ちょっとね、今までと雰囲気が違うんですけれども。私、これ、うん。研修、子供のね、子育て支援の研修の時に、この絵を見てるんですよ。じゃあ、ルタさん、わかりました？そうなんですよ。私、どっかで見たことあって、いや、いや、でも、そのね、絵の名前とかはじゃないんですよ。絵の名前とかを言うんじゃなくて、何かしてる人たちを見つけなさいみたいな、そういう、あれで、この絵を使ったんですよ。そうなんですよ。実はここの絵、この絵なんです。そうなの？そうなんですよ。この絵、確認されてるだけで、80種類の遊びが描かれているそうです。なるほど。うん。はい。ということで、こちらの絵、ブリューゲルの子供の遊戯という絵になります。なんか、うん、あれ、これどっかで見たことあると思ったら、研修の時にやりました。だから本当にその通りに。すごい、うん。はい、そうそう、そうそう、探した、探した、探しました。ちょっとじゃあ、探したということなので、一つ、ちょっと、まあ、探していただこうと思います。こちらをご覧ください。はい。ありますね。ちょっとね、わかりやすい遊びがあります。あ、馬跳び。お、馬跳び。馬跳び。はい、馬跳びです。ああ。うん。でかいです。なんかこれは、帽子取りみたいな、左側は。なんか引っ張りっこ。騎馬戦じゃないけども、うん。そう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 。なんかね、見たら、引っ張りっこっていうふうに書いてある。ああ、そうなんですね。言い方いろいろあるのかもしれないですけど、私がこう、ピッタこう遊びの、これはっていうのでは、引っ張りっこっていうものがあるといいます。で、まあ、あと他にどんなものがあるかというと、お柵乗りや、こう結婚式。あと他にこう、逆立ちだったりとか、シャボン玉遊びとか、竹馬遊びとか、いろいろありました。かくれんぼとかもありましたね。人形遊びとか、お店屋さんごことか、探すといっぱいあったんですが、もうここ全部ね、もう紹介するとそれだけで終わってしまうので。各自。はい、また探してみてください。はい、ということで今日はこれで全部です。おー、はい、素晴らしい。ありがとうございました。ありがとうございました。ロータさん、いかがでした？はい。このね、すごい楽しかったんですよ。はい、でこの絵を見ながら、想像こ、絵の、なんていうの、いろんな描かれているものを一つ一つ見ることで、その絵のストーリーが分かってくるような、それがすごく、エンジェルカードも似てるんですよね。エンジェルカードの絵の中で何が気になるかとか、そこで読み取っていくっていうところが、すごく似ていて、すごく楽しかったです。おー、よかった。うん、よかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。でも本当、ロートさんの視点とかも素晴らしいっていうか、まあ、ね、すがと思いました。ではでは、すずさん、お時間となりました。はい、お時間となりました。今日は、ロータさん、ありがとうございました。ありがとうございました。皆様、ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた、次回、皆さん。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。また。